Our next finalist is Mr. Viv Paranjape from InConvo, who will be talking about like sugar in milk, immigration and integration. パランジャペウェブと申します。本日は参加させていただき誠に光栄です。まずは簡単な自己紹介をさせていただきます。私はロンドンでインコンボというソフト企業でアプリ開発をしております。今ではかなり愚痴ばかりを口にする典型的なイギリス人ですが、実はインドに生まれ11歳の時イギリスに移住してまいりました。かつて移民だった私の経験を通して日本にいる外国人の日本社会への統合についてお話しさせていただきたいと思います。私は将来日本で働いたり起業したりする夢を抱いておりますが、まだ日本に住んだことはありませんので、かなり観念的なお話をさせていただきます。そうですね、社会統合の話するにあたって、私のおばあさんが私のおばあさんから聞いた物語、インドの民話を話したいと思います。ずっと昔のことですが、インドの北西のある地域に立派な大王様がいました。ある時、難民の一族は中近東からインドに避難してきました。この大王様は公平な人柄でよく知られていたので、彼に助けを求めに行きました。するとお互い相手の言語は分かりません。大王様は、残念ながら私はあなたたちに住む場所を与えることはできません。この国はもう人を受け入れることは、受け入れる余裕はありませんと言いながら、近くにあった牛乳が入ったたっぷり牛乳たっぷり入った鉢を指さしました。すると難民の代表者は素早く牛乳をこぼさずに鉢にひとつまみ砂糖を入れました。そうすることによって難民は、私たちはこの牛乳の中の砂糖のようにつつましく過ごしたいという意思表示をしました。王様はその行動に深く感動し、彼らに自分の国に住む許可を与えました。いまだに彼らの子孫はインドに暮らしていて、とても重要な社会的な地位についています。皆様いかがですか？共通言語がなくても意思疎通が完璧にできましたよね。つきましては本題に入ります。社会的な統合の必要性にのを解説いたします。最近よく聞く話題ですが、日本社会は高齢化しつつあります。労働者不足になっています。労働者不足は高度人材労働に限りません。例えばついお正月頃に労働者不足が原因でセブンイレブンの支店長が24時間営業を続けられないので契約解除になりました。統合された外国人は長期的な労働力を提供します。さらに
統合された外国人は、統合された人物は、他の人を統合するためにも助けを与えるではないでしょうか。私は英語わからない、英語わからなくても、イギリスに11歳の頃来た時は、学校から特別な英語先生が任命されました。教室に入るとその人は英語がペラペラの中国人なので、私もすぐにくつろげました。あ、私もこのようになれるかなと思って。日本にいる外国人の友達に聞くと、日本とイギリスの移民経験に関する主な相違点は、言語の壁です。英語は一般的に世界中使われ、対比的にこの言語や文化のハードルが低いです。そのせいで孤独を感じる人が少ないです。もちろん在住している外国人はその国の言語を習う努力をしなければいけません。でも日本語は外国人にとって難しいです。日本語を分かるようになるまで孤独な生活をする外国人は生産的な社員にならないと言わせていただきます。さらにその人は日本語で話す機会にも恵まれずに、悪循環に陥る恐れもあります。経験不足で未熟な私ですが、洞察について述べさせていただきたいと思います。言語を超えた交流という発想を紹介させていただきたいと思います。先ほどの物語の大王様や難民と同じように、私たちも完璧に言語を分からなくても意思疎通できたら、本当に素晴らしいことでしょうになるでしょう。これはいわゆる言語を超えた交流です。これはただ遠く遥か彼方の夢物語だけではなく、実現可能なことであると言わせていただきます。私の場合は言語を超えた交流はスポーツでした。英語が分からなくても、ただ大きく振りかぶって球を強く投げることさえできれば、たくさんの友達ができました。音楽やお祭りや料理や様々な他の方法もあるでしょう。言語を超える交流を投資や施策の基盤としたら、外国人も日本の社会に参加をすることにできるようになります。そしてその参加のおかげで経済活性化にも貢献できるようになります。結論としては結局経済も社会あってのものではないでしょうか。結論としては、移民の日本社会への統合は外国人にとっても日本人にとってもウィヌウィヌの関係だとは過言ではありません。そのために両者はお互いに影響を与えたり受けたりする覚悟がなければなりません。英語でよく言われる表現ですが、 Change is the only constant、 跳躍すると変化こそ不変になります。つまり変わり続けることだけが変わりません。皆様、言語を超えた交流をもって
積極的に踏み出しましょう。良い変化を目指して踏み出しましょう。私も日本に行くことになったら、夢を叶って日本に行くことになったら、私もその砂糖、牛乳の中の砂糖のように日本の素晴らしさにほんの少しの貢献できるように頑張ります。皆様、以上です。よろしくお願いします。イブさん、ありがとうございました。ありがとうございました。今のお気持ちは？ちょっと緊張しております。日本語とても上手なんですけど、日本に住まれたことはないんですね？あ、いえ、まだ住んだことはありません。どこで日本語を何年間どのように学ばれたんですか？実は私は大学の4年生だった時、少し専門に疲れていて、気分転換になるかなと思って日本語の講座を取りましたが、ただ漢字を読むのがすごく好きなので、その後卒業してから電車で毎日1時間2時間とか書説を読んだりとかしております。発音がとても上手なんですけど、その辺はどんな？いえいえ、それは私は母国語は英語じゃないんですからかもしれません。ちょっと分かりません。ちょっと音がちょっと違います。私の母国語では五十音が含まれておりますから、なんとなく発音だけはできます。本当におばあさんのお話もとても面白かったですし、きっと日本に行かれたらとても聞きやすい日本語で、すごく親しみのあるビブさんなので、皆さんとすぐに砂糖のように溶け込めると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お話の中でセブンイレブンの話とか出てきましたけども、はい、日本でも今移民とそれを移民をどう同化するかということが非常に問題になってますけど、日本に住んだことがなくて日本の情報っていうのはどこで仕入れてますか？日本の1週間前スピーチのメンバーが来て、私必死に日本に住んでるネットワークの方々に電話をかけて様子を教えてくださいと言いましたが、それでもかなり関連的な理想的な話です。いや、移民の話は関連的じゃなくちゃんと具体的になってはい、そうですね。例えばイギリスは移民が多いですよね。日本も今どんどん移民が増えてますけども、移民の持つメリットっていうか、一緒にこう暮らすことの良さっていうのはイギリスはすごく進んでると思うんですけども、日本はこれからだと思うんですけども、なんか日本に対する日本の人に対して日本人に対してね、移民の人とどう対処するかっていう何かサジェスションはありますか？移民に対してどうするって、移民が今度増えますよね、うん、日本人はどういうふうにそういう人たちと付き合ったらいいかなっていう、何かイギリスはそういうことがだいぶ進んでますけども。そうですね。移民に対してはただその言語を超えた交流はすごくいいアイデアだと思います。それはただまず共通点から共通点の話とかをして仲良くなって、他の相違とか言語とかに続くのをしたら、それはちょっと先送りしたらちょっと参考になると思います。そういうことは言葉の問題よりももっと他に、はい、もっとスポーツとか音楽とかそういう文化的な交流から始まったらいいという、はいはい、共通点から始まった方が、それで最終的にはやっぱり言語にも行くということですかね。すみません。最終的には言葉がやっぱり大事ですよね。最終的に言葉はやっぱり大事ですね。ですから私も日本語を学んでおりますが、多分言葉はとても重要ですけど、言語を習うためにちょっと
自発性が必要です。その生徒本人はちょっと自発的に言語を習う努力しなくてはいけませんので。自発的というのはどういうことですか？誰かがただ日本に住んでるから日本語を学ぶ、学べと言われたら人を学ぶ、学んでしまうかもしれませんが、結局共通点の友達とかいたら何か興味を持つ生徒は最終的に成功すると思います。自分の意思で日本語を勉強した方がいいということですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。